はい、今日は静音化した 3D プリンターですが、まだファンの音が大きいのでファンの交換をしたいと思います。はい、まずはファンコネクタの取り外しからですね、ちょっと狭いので苦労してますが、なんとか外れるかと思います。はい、はい、あとこのワイヤリングですね、網になってるモールですが、こちらに貼ってあるテープをカットしています。これはですね、網を縮めると網が広がるんですね。なのでこのテープをカットする必要があります。はい、すでにこのヘッド周りですね、こちらを分解していますが、最後のですねファンを取り外そうとしているんですが、このファンですね、ネジはあるんですが、このケースに貼り付いちゃってるんですね。これはネジを外してももうファンが取れないという状況ですので、仕方なくですね、このケース自身を 3D プリンターで印刷して、新しく印刷したケースに購入したファンを取り付けていきたいと思います。はい、印刷が終わりました。思ったよりは綺麗に印刷できたかなという感じです。これ壁厚さ1ミリでしたが、ちょっと弱いですね。部分的に強化した方が良かったかもしれません。時間もないのでこのまま取り付けていきたいと思います。新しく購入したファンですが、こちらですねコネクタが付いてなかったんですね。ですので、ちょっとコネクタ自身持ってませんので、古い方のファンのコネクタを、新しく購入したファンに移植したいと思います。これハンダゴテですね。これ40年ぐらいのハンダゴテなんですが、リッチに先端が全て銅でできてましたね。これを引き出しから引き出してきてハンダ付けをしていってます。ワイヤーの太さは 0.7 ミリでしたね。ただ芯の本数については、古い方のファンの芯はですね、極端になんか数が少なかったですね。新しく購入したファンの方の芯は数も多くて太かったです。やっぱりコストを下げるという点で安いファンが使われているのかなという印象です。はい、プラスもマイナスも決戦して、今ハンダーをつけているところです。久しぶりのハンダ付けだったんですが、線を温めてからハンダを流し込むということで、裏にアルミも準備して、やり方自身は忘れてなかったかなという感じです。はい、ハンダ付けが終わりましたので、ちゃんとハンダされていることを確認して、絶縁テープを巻いていきます。はい、血栓が完了しましたので、ケースに、ファンを取り付けていっています。続いてサイドに取り付けるフィラメント冷却用のファンですね、こちらを取り付けていきます。こちらですね、特にネジは切ってないんですが、径がちょうど良かったというか、プラスチックを印刷した穴だけで締め付けることができました。いきなり取り付いちゃってますが、今までと違ってボルトの頭が正面に出ていますが、こんな感じで取り付けることができました。ファンの線が長めですが、こんな感じです。今日は以上です。